と1分で2人でちょっと。あー、OK、じゃあちょっと待ちます。今日は2人のゲストに来ていただきました山田虎太郎選手、ハイネイジェイ選手です。よろしくお願いします。まずは山田選手、お誕生日おめでとうございます。今日でおいくつになられたんですか？今日で32歳になります。今日はアドバイエンスに500人いて、たくさんの方に応援していただけると思うので、今日の試合絶対に勝ちたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。そして、ハイケー先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日、こういった足元の終わりから皆さんに、来ていただいて、応援に話しています。必ず、勝利という形で応援したいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、頑張れ。結構自分の誕生日試合してること多くて、結構なんか1月の6日は結構土日のこと多くて、学生の頃から試合のことが多かったんで、結構慣れてるというか、大体試合だなっていう、そんな雰囲気でいつも通りですね、見てもらって応援していただけるのはすごく嬉しいんで、ありがたいです。買ってやっぱり美味しいケーキ食べたいなって気持ちはありますし、やっぱりちょっとみんな僕のバースデーゴール期待してると思うんで、頑張りたいなと思います。お願いします。ありがとうございます。はじめまして、鈴木鈴木です。今日は僕たちの中から一曲、ホワイトキスという楽曲を歌わせていただきます。冬の匂いがしてて、来たこの街、僕は君とあの頃の夜にキスをした。ホワイトキスはそうさ、君だけ。
負けない。 OK、 まずコンビニューの勝って帰ってくるよ。 OK、 で良かったです。素直にあの1対1ずっと続いてたんで、まあ、あの場面で決めることができて本当に良かったです。嬉しかったです。お誕生日でござるな。おーおー、すごいすごい。メッセージ、お疲れライス、お誕生日おめでとうございます。あの氷かぶりみたいした分かってる、僕が猿年なんで。見て、かわいいでしょ。誕生日でござるな。もらいました、これももらいました、ありがとうございます。最初ずっと点数入らなくて苦しい展開だったんですけど、まあ、こうチームとしてこう我慢して最後3ピリで高得点を重ねれたのはすごくいい試合だったなと思いますし、チームとしてもすごい収穫のあった試合だと思います。僕の今年の目標としてはやっぱり数字的なものにももうちょっとこだわっていきたいなっていうところはありますし、チームの目標としている1試合2失点以内、2失点以内のその失点率をディフェンスとしては目指していきたいので、そこをこう目標に数字にこだわって、まあ、僕もゴール入れるようにポイントできるようにと、そういうところの数字こだわってやっていきたいなと思います。